今回ですね、発音についてやってみたいと思います。今回紹介する発音はですね、silent-e と呼ばれるやつですね。知ってます ?silent-e ってやつ。silent-e っていうのは、silent、まあ、って知ってますよね。静かなってことですから、いわゆる発音されない e っていうやつです。e がどういう時に発音されないか知ってますあ、知ってる人いますね。そうです。5末に来る時って発音されないんですよ。この5末にくっつく e っていうのはですね、結構ですね、 厄介なので、それをちゃんとやっておきたいと思いますね。さっき出てきたの知ってますこの。もうすでに出てきてましたね。ケイクってね。かけじゃないですよ、これですね。これはケイクって言いますね。で、あと他にも出てたの気づいてますそう,そうそう。メイドとかって出てたの。気づいてましたこれ発音されてないですね。そう、メイドって言いますよね、これね。あ、ここだから発音されません。ドゥ。 くっていう風に発音されないんですよ。で、こういうのがこの silentE ってやつです。で、この silentE っていうのがですね、くっつくとですね、ある現象が起こるんですよ。で、多分あんまり意識したことがないと思うので、それを説明しようかと思いますね。例えば、これなんて発音しますか ?at って言いますね。そう、この1点だとかって言ったやつですけど、それに silentE 足してあげましょう。はい。これ発音どうなりますか ?8 に変わりましたね。そうなんですよ。母音の音。 変わるんですよ。これね。E がくっつくと発音が変わるんですよ。サイレント e がやってくると、ここの音がアルファベット読みに変わります。これ、あっとだったものがほら、A に変わりましたね。A, B, C, D でしょ。そうなんですよ。こういう風にサイレント e がくっつくと、前の母音が アルファベット読みになるっていうルールがありますねもちろん例外はありますよ。例外はあるけれども、そういうことができるよっていうふうに覚えておいてください。だから、ケイクだったでしょかけじゃなかったですね。メイドですね。だマッド、起こったとかですね。イギリスはクレイジーの意味もありますが、これとかも、いいくっつけると、ほら、メイドに変わったでしょで、マ a アってことだが、メイっていうふうに変わりますね。 まあ日本だと二重母音とかって言われるやつですけど、長い音に変わるよっていうふうに、えー、アメリカとかではよく教えられますね、はい。こういうふうに変化が起こるやつなんですよ。例えば、これなんて言いますかそベッド、ちょっとみたいなですね。いいくっつけると、バイトになりますね。ベッっていうふうに、えって音だったものが、アイって音に、 変わりますよね。アルファベットで読むときは愛って読みますね。そういうふうに変化が起こります。えー、基本的に、ほら、母音って言ったらアイウエオってなるやつですが、そいつらね、起こる現象なんですよ。はい、これは、カッでしょそう、カットするね。カッっていう音だったのが、いいタスと、キュートになりますね。そうキュートって言うと、U の音ですね。これ、アルファベットで見たときは U って言いますね。これ、アッと言わないしね。ウッとも言わないですね。こういうふうに、 変わるっていう現象があるわけです。うん、あとは、これはね、絵の音あんまないんですけどね。これは、ペット。これ人の名前です。これはそう。だから、これを見て、あなたがわからなくてもですね、え、これ、なんて読むのこれ、ペテって思うかもしれないんですけど、これを見ると、E ついてっから、あ これはアルファベット読みすればいいんだって分かるので、だからこれはピートっていうのだって分かるわけですよ。こっちがペットで、こっちはピートですね。はい。っていうのが分かるわけなんですね。HOP ですね。HOP、ステップジャンプなあるですね。HOP とかいうのが HOP に変わりますね。こういうふうにね、変化が起こるわけです。だから見たことない単語でも発音が実はできるよっていう便利なルールではあるので知っておいてください。例えばじゃあ、そうですね。テストしてみますか。はい。これだとどうですか can, そうしますね。かだったり、あの、できるっていうやつだったり、can ですね。こいつは全、だ見たことない人いますね。も,うもちろん、この動画を見てる人の中には、あ、知ってる人いるこの単語っていう人もいると思いますけど、知らない人もいると思うんですが、発音は簡単ですね。これついていってから、こう前の母音は、そう、アルファベット読みになりますから、だらこうケインになるわけですね。ケインって杖のことですけど、ね。 えー、それを知らなくても、あ、こうなんだっていうふうに分かるわけです。実はですね、そういうふうにアルファベット見て発音が分かるものっていうのは意外といっぱいあります。まだまだ一つ一つ。 がむしゃらにやみくもに覚えてる人が多いと思うんですが、実はそれを見ただけで、英語っていうのは結構難しいんですよ。まあ確かに例外がいっぱいあるから、厄介なんですけども、こういったルールで意外とスッと読めるようになったりするものがあったりしますので、そういったものもね、これから勉強していくんだなっていうふうに思ってください。はい、この動画良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。発音についてやろうと思いますね。そう、これ発音できますか ぎゃっと、そうですね。は。ギアス、ね、ギアスはイアスってさっきは何回もやってますけど。はい、こう時間が経ったら、全く意味不明な表現になってしまいますが、twice の歌ですよ。これもね、通じなくなるかもしれない。こいつらって、結構今の時代の人たちは発音できるんですよ。ギャットやイエスは問題なく言えますね。だでも昔の人たちって言えないわけですよ。これイエットって言っちゃうし、イエスって言っちゃうわけですよ。ね、えー、でも、あなたじゃ、多分、ギャットやイエスは発音できると思います。どうしてもね、できないのがね。 Year ってことですね、えー、これは非常に苦手な人が多いこれ今時勢のところやってますから時勢ってこの「year」っていうのがいっぱい出てくるわけじゃないですかいあるわけです実際あのカナダ留学してた時に試験のためのクラスにいたんですけどクラスメート全員スイス人だったんですけどである時ね3 3イ e a r s って言ったんでね、3 years って言ったら、うわ、耳ーってこうやってやられたんですけど、はい、耳3つもあんのみたいに、ね、言われて、いや、日本人はこれね、区別できないんだよっえー、そんなバカなみたいなですね、そんなの嫌みたいに、ね、言われたことがあるんですよ。すぐに出せるようになりますね、えー、すいい練習しててだかからどうのっね。 これ練習したんですよ。や、い、ゆやよですね、あこれじゃないですかね。この歴史的金具図。わみたいなね。和行変革活用とか。これじゃなくて。や、い、よ、ね。これを練習するんですよ。で、まあ、今の日本語だったら普通にこの「い」と「え」っていうのは消えちゃってるんで昔は「や」「い」があったんですよ。い「い」いですね「い」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 っていうのがあったんです。でこのさっきやった「いやす」とかっていうのはできるんですよ。この「や」行のこの「家の音は最近できるようになってきてるんですね。 っていう音はできるんですけどこっちのやっぱねいいはかなり難しいんですよだから練習してくださいこのやいうよってですねやいう影響でだん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 聞いてでいいってなんかこのほらいいって響いてるブル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 ガガガガガみたいな何何何この感覚新発見みたいなこのいいって音がありますねそうですそれを練習してくださいこのいいっていうこの舌が最初は震えているこの感覚ですねそれを マスターするるとできるようになりますだから「やいいゆいえよ」ってですねはい唱えてください「やいいゆいえよ」って言、ねはい、ってくださいそうやってやっていくと結構日本人でも出せるようになりますのでだから「やいい」じゃなくて「やいい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 っていうんですね初音です今回ですねそうこれがいっぱい出てきてたんですよ気づきましたこれそうわざととったんですよ、ね、ハーブとかん わざわざ5 years にしたには理由があるわけですけなんで5年なんだろうって思ったかもしれないですけどそうですこの F と V を出すためにやったわけなんですがこの F とか V の音ですねやっぱ難しいっていう人がすごく多いですね多くの人が「はいどうやって出すんですか?」って言ったら「え知ってます下唇を噛むんです」ってね「うーッてやる人がすごくいると思うんですがいらないですよそんなにわざわざ下唇をこうやってね「ーッ」っていうふうに噛む必要なんか全然ありません。 だってそうでしょねこれだから下唇と上の歯を当てるんですっていうんですけどだってあなたが口を閉じてちょこっと開けた時に勝手に当たってますすねそうなんですよだってわざわざ噛んで発音してる人なんか見たことないでしょ <laughs> ファイブッなんて言ってる人ネイティブスピーカー見たことないですねそうだから誰にでもででもきる音なんですよだからこう当たってるっていうですね感覚でそれでフーっていう 震える音を一回味わってください。ええー、だワイの時にはいい、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 って、この感覚を味わいって言いましたけど。これも同じです。F. だと、ちょっと味わいにくいんで、この v の方で、うーっていうのを。うーって音を味わってください。はぶとかね。はい、ね。で、これだと、うーってずっと出せるんですよ。それに対して。B. の音っていうのは、ずっと出せないんですよ。上の唇と下の唇が当たってる音なんで、ぶって一度しか出せない音です。これを継続して出。 出すのは不可能ですねできますできない人ブまあまあブーブはできますけどね、それはできるけどこれだって言の音を何度も出してるだけですねこの右の方は継続して音を出すことができるんですよブーって息が続く限りは使えるわけですこいつは1度しか出せない音なんでだから違うんですよその感覚を味わってくださいこのね上の歯と下の唇が当たってそこがブーって震える感覚を味わってくださいちょっと待ってね強制取らなきゃ ドームがあるかベッ <laughs>、えー、てですね、はい、ぶーってやるとそうそうだから歯の感覚を味わえないんでこれ強制してると、えー,ぶーってですね、はい、それを味わってください例えば、はいね、これベースですね花瓶ってやつね、はい、ベースねベースメントこのベースのベースですねベースっていう時に、はい、自分で感覚を味わってくださいわざわざ噛まなくていいですから ちなみにイギリス英語ではバー r s っていうですね全然違う音になりますけど VACE、はいね、と BACE、ねはい、で分かりますね知ってますそのうつらいってなるけどそうだこの当たってる感覚をまず味わってくださいこのね歯と歯とした唇が当たってるっていうのを v a c e v a c e v a c e こっちは普通に で唇同士でベースベースベースあ聞き取るのはそう簡単にうまくいかないですよで聞き取るときにまあよく言うじゃない、はい、コンテクスト文脈があれば大丈夫だ、うんまあ、確かにそうです、えー、文脈があれば大丈夫なんですけど大体の場合はねでも発音してあげる時はちゃんと相手に分かりやすいようにやってあげる方が親切ですねそっちの方が思いやりですよ、えー、思い出してこれやべやべ重いとかじゃないですよそっちじゃないですけどそう発音っていうやろうと思えばできます まあよくあるじゃんあので発音できないと聞こえないよとか聞こえる音は発音できる音だとかいろいろ言いますけどぶっちゃけ聞き取れなくても発音はできますから <laughs>、はい、これまあ怒られそうですけどねいろんなとこから。で,できますよ全然、はい。だからベースっていうのやベースこれ、ね、聞き分けるのは大変かもしれないですけどそうこれね自分で 発音できるようにしてやることは親切なことになりますから、相手に伝わりやすくやるようにしてやってください。今回は完了形のね。継続用法をやりましたんで、えー、ずっと続いてるってやつでしたけど、まあそこにハブとか5とかいろいろ出てたと思うんで、これほら y の音もね。マスターできたしですね。えー、の音もですね。あだかそのぶの音のブーっていうのを味わって、そのブーってま整体ってやつですけど、それが震えなくなるのが負ですから。ですね。 っってていいうのを味わってくださいこれ誰でもできますから下唇と上の歯が当たるのはちょこっと口を開けばなりますいや私スーパーデッパーで無理ですとか言われても、えー、それは何も言えないですはい、はい、ということでした今回の動画で,ですねよかったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします、えー、今回ですね unfortunately っていう単語が登場しますねまあ unfortunately「an un」っていうのがついてて否定を表す表現なんですが Fortunately だったらこんなことにですね。Unfortunately だったら不運なことにってやつです。で、これ ly くっついて、どうだろって言いましたそうそう、副詞になるんだってやつなんですが、えー、正確に言うと、形容詞に ly がくっつくと、副詞になります。えー、形容詞プラス、まあ、山ほどあると思いますが。これから見ていく ly ってくっついて、currently っていうのとですね。current っていうのが現在のっていう形容詞。それに ly がついて、currently っていうふうになると。形容詞っていうのがポイントですね。何があった で、これを見た時に多くの人がですねなんて発音してますそうフォーチュネ t トって発音してるでしょこれフォーチュネ t トじゃないですかねこれフォーチュネ t e ですよ、ね。別に発音知らなくていいですけどあの発音記号は分かんなくていいですよ。フォーチュネ t e っていう風になるんですよ。このってこの弱いウッウッウみたいな音なんですけどフォーチュネ t e って風うに発音するんです。はいあなたこれをどうやって発音します そう、多くの人がデリケートって発音してますね。これデリ l i って発音しますので、ねデリケートな、繊細なってやつですね。形容詞なんでデ e l i っていう風に発音します。はい、これ、どうやって発音しますプライベートプライベートって読んでますね。これ、えー、だからなんかちょっと頑張って、えー、R の音と V の音を出してみてプライベートとかって言ってる人もいますけど、プライバ a トですね。だからアットの音なんで、えー、気をつけてください。これデ e l i c プライバ r ね。 8の音ではないっていうのが重要です。そう。動詞の場合は8なんですけど、形容詞の場合はアットになりますので、気をつけてください。で、これ名詞もあんだけどね、名詞の場合はその単語によります。単語によって、あの、アットって発音されるのもあれば、8って発音されるのもあって、どっちでもいいっていうのがあったりもします。で、だからね、両方持ってるキャラクターって結構いるわけなんですよ。 r プ x クス a ットちょっと難しい単語なんですけど普通は近いまあそのねプラクシーっていうのが近いっていう意味なんでこれハイレベルですよハイレベルだけどまあ何かだったら全然 x クスミリー近接とかって知らなきゃいけないんですけど今はまあ,あそんなのあるんだなって覚えておいてくださいで、えー、こういうのだとこいつねその近いっていう形容詞の場合は r プ x クスマ t e って発音するんですよでもこの概算するとかっていう動詞で使う場合は r プ x クス a イトになるんですよ ですね、形容詞の場合はアプロクシマットですね。<noise> アットの音。アプロクシマット。で、えー、動詞の場合はアプロクシマットという風に変わるわけですね。系とで。発音と品詞って意外と重要なんですだから文法と関わってることありますからね。じゃあ質問しますよ。はい、これなんて発音しますかアプロクシメイトリーになっちゃダメですよ。これアプ x ク m マ t e l y ですね。これは形容詞に LY くっついて副詞になってるんですよ。 で、およそって意味です。で、この approximately は知らなきゃいけない単語ですので、後ろに数字をとってね、approximately 50とか、で、およそ50とかっていう風に出てきますので、この表現は硬い表現ですけど、知らなきゃいけないです。ライティングとかで、まあもちろん、 ね、基礎の段階で about とかね、んですけど about 50とかでいいんですけどで、レベルが高くなったらライティングの時に approximately 50とかっていう風に使えるようにならなきゃいけないんですよ。ですよね、こいつ、形容詞に l いくっついて複数になってるやつなんで、こいつもともとは approximate は形容詞なんで approximate とタートにしてください。approximate ではありません。で、一番間違いですねのはこれですね。delicate と private です、ね。ちょっとプライベートな、delicate なことを聞かないでくださいとかっていう時にですね、private な、delicate なことを聞かないでくださいっていう風にちゃんと返せるように なりましょうね。はい、それでは今日の発音やってみましょうね。えー、今回は C バース C といういわゆる発音記号で書くと、すって音ですね。し 音ですねまあ発音記号は知りたい人は知っといてるけどここがビヨンってなってるやつと思ってくださいで、えー、まあどなたが見てるかわからないですけど若い人たちは結構こっち出せるようになってますね英語ちゃんと勉強してきないよって人は結構しって言っちゃうんですけどこれしですねえ言えるでしょだってししって言ってるじゃんねユーチューバーたちもねじゃあ練習してみましょうさあ言いますか ?She sits and sees the sea <laughs> 言います ?She sits and sees the sea どうこれ でうちの、ね、アメリカ人スタッフに見せたらなんか小説の一部みたいですねこうこうあこれそう現在形だから習慣であるとかじゃないですかこれなんか今の場面をこう小説的にこう描写してる感じですねこいつだけが「シ」の音であとは「シ」ですね「シ」「シ」ですねまあ「シ」と「シ」同じ音ですからはいこれ練習してください「シ」「シ」「ツン」「シ」「ツン」「ツだシ」ですねでこれができるようになってくるとですね今度はできる人たちがこっちをですね「シ」って呼んじゃうんですよ これね、トイックの上のクラスとか、スピーキングのクラスとかやってると、結構英語できる人はこれをこっちで発音するようになっちゃうんですよ。だから、C s i t s and sits the sea って全部同じ音で、ね、発音する人が出てきちゃうんですよ。で、だこれ直さないといけませんから、こういう現象のことをですね、overgeneralization っていうんですね、過剰反価って言いますね。general, 一般ですね、これね。 にかする。ですね。オーバーに過剰っていうのは、これはよく起こる現象です。言語が得意な人たちっていうのはですね、こういう期間をですね、減るんですよ。だから例えば、フランス語圏の人たちっていうのはですね、後塔の H って発音しないんですよ。だから、こういうのをイズって呼んじゃうんですよ。これね。ヒズじゃなくてイズって呼んじゃうんですね。これだからアーになっちゃうわけですよね。これ一生懸命練習して、ヒズ、ヒズ、ヒ ね、そう、多分皆さんの感覚あんまないと思います。あ、語頭って分かってます。はい、人の名前じゃないですよ単語の頭です。だからこれできないわけですね。みんなイズ、アっていうふうに読むわけでしょ。ア、ですね。アビットとかですね。こういうふうに一生懸命、こういうふうに読んじゃうから、それを一生懸命練習してハビット、ハビット、ハブ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 ヘッツヘッツってやるんですね。そうするとどういうことが起きるかわかるんですか？ これをハワーって読み出しちゃうんですよ。ね、これ英語でアワーですね。アワーで H は読まないのに、だフランス語を母国語とする人で、英語が得意な人って結構これハワーって読んじゃうんですね。でこういうのを過剰反感ですね。ルールーを 過剰に当てはめちゃうあっ五島の位置発音しなきゃ五島の位置発音しなきゃって言って発音しなくていい時にも発音しちゃう、まあ、自分がカナダ留学してる時にすごい上のクラスにいたんですけど英語ねラティーシャっていうですねフランス語母語話者の人がいたんですけどすごい英語できるんですよいつも「ハワー」って言ってて気になってしょうがなかった「ううう」ってなりましたけど、はい、だ同じことが言えるんです。 C C にに関ししてて、えー、と発音すするよううなってしまま人がいますそもそもそんなんできないよっていう人は、えー、まずはそうですねこっちはですね C 頑張って練習してみてくださいそれでこれは結構できるようになりますでできるようになってくると今度はこっちをこっちで発音しちゃう人が出てくるっていうのを気をつけなきゃいけないですね間違ったら大変だよだってこれをね,ねそもそも「C ねこのほ,ほらね「せっつ」のところこっちで読んだらさ「せ、ね、っつ」を「で読んだら放送禁止を。 はいこの動画良、えー、かったらチャンネル登録高評価お願いします、えー、今回はですねダークエロって言われるやつですねかっこよくないですかダークエロですねダークサイドにこうね引き込むような感じのやつですがじゃあダークエルをやっていくんですがダークエロって何なんですかって普通のエロと違うんですかそうです違うんですねあのだから こういうやつとかじゃないです。ワンチとか、L の後ろに母音が来たりするやつのことはダークエルとは言わないです。こういう普通の L です。え、明るいかブライト L ですかとかですね。そんな名前は付いておりません。じゃあどういうやつですか今回出てきたタ、タオお、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 おって音ですね。えー、こやつをダークエルと言います。そもそも L っていうタ語ンですね。L ですけどね。はい。これもそうなんですね。え、ルじゃなくて L。 Uh, 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 っていうこのうっってていこのです非常に出しづらい、ね。まだいっぱいあるわけですよ。ほらこれ t 取ればさ「あ」でしょ、ね、で c つけてやれば「かでしょ ?f つけてやったらほら「ファオーですね。「ファオってですね、はい。これらが出せないっていう人がいっぱいいるんですよ。でちなみに五末だけじゃなくてね「help」とかもそうですね。こう 後ろに母音がい、ね、れば言いやすいんですけど日本人にはそれがないとすごく言いづらい「フォール」とか「ヘルプ」っていう風にですに、ね、足しちゃうんですよ「ウ」とかの音を足しちゃってますねそういう人多いんですけどこれをどうやってやっていくんだっていうわけなんですがまあ難しいと思います確かにですね,ね。いろんな単語、まあ、ここにも all, tell とか セオとかいいっぱいありますねそれたくさんあるんですがこの練習をする時にどうすればいいんだってわけなんですが一番簡単なのはですね舌を噛むことです自殺ですか違いますいいですねそんな、ね、命を落とすことではありません舌を噛んでやるってでそこで「うー」って言ってください「たう」の方が簡単だと思うのでこっちで練習した方がいいかもしれない うう,ううううって,言ってね、えー、このエオの音っていうのはですね横からこの下の横からですね息がフってこうですねこう抜けるそこで出せれる音なんですよで一番、まあ、理想的なのはあなたのこうですね舌をこう上げてこれ歯ですよ歯あのこう断面図断面図こうズバて切ってズバッと切ったやつでここで舌でしょこれ下でこれが上の歯これ下の歯ですでそのの断面図の中で上にいっ で、uh、って出せるのが一番理想ですだからこう「t l a OW」「Call」「Fall」「Help」「Tell」っていうふうに出せるのが基本なんですけどまあ難しいです最初に感覚をつかめないっていう人がすごく多いのでそういう場合はですねちょっとインチキしてですねここで挟んでやればいいんですよね「Tell」「Tell」「Tell, tell」ってやってやれば同じ音です。 ね、ネイティブスピーカーには全く聞き分けられませんから。で、そもそもやってこの音、やってこの音ってね、ネイティブにお願いすると噛みますよ、大体の人が。ね、やってこの tell, tell, の音できないからちょっとやってって言うと tell って,やってやってくれますから、そう。だからその音なんですよね。<laughs> うですね。で、そうすると下の横から息が出てるので、同じなんですよ、結局のところ音は。うん で、これもできません。これができない人ですね、もっと効果的な方法があるんですけど、あなたのこの下先ですね、下先を奥歯で噛みなさい。フォー、フォー。でもスーパー奥まで行かなくていいですよ。おや知らずで、みたいな。ヘアーみたいな。ヘアーみたいな。もう全く違う音ですから、ちょっとこっち側でもいいです。ちょっと前より奥歯。ヘアーとか、えー、タ、アウ、カウ、フォー、ヘアープ。ヘアープ。まさに、お前にヘアープがしてたみたいなです、ね、感じになるかもしれないですけど、それが、 一番近いっていうふうに留学してる時に習ったんですけど奥歯でまず噛みなさいって言われてそれで「かあかファー」ってやってそれからだん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 前に来て「タうファー」「ね」「へう」「はうはうはう」ってどこで噛んでもいいんですよ。下の横から息が出さえすればこの音になるのでやってみましょうか全部の音の出し方を変えてやってみますね。今 あの下の位置を全部バ,バ,バラバラに出したんですけどネイティブには同じ音に聞こえますのでそうこれの練習をしていくそうあの発音ってねいろんな出し方のやり方があるんですけど結構ねあの日本では一辺倒なものが こうやって出すんだみたいにやりますけど実はいろんなやり方がありますのでその自分にね合うものを見つけるっていうのが結構重要なんですよ。r の出し方ですね。r の音を出すっていうのもいろんなやり方があるし l の音を出すにもいろんなやり方がありますね。ねだ th とかもそうですね。まあ、いずれやってきますが今回もね t h とかね t h 大変ですね th と f もあるし、ね、もうすでに f はやりましたよね。f の出し方はやりましたから。うん そそうそう噛むんじゃねえっつったやつですねかむ,むんじゃなくて口をちょっと開けば勝手にあなたの歯と下唇さんは当たってますからえ誰でも出せることですよってやったやつです。はいね、でこういうのと同じようにですねダークエールも出すのは大変ですけどまずは舌を噛んで「タウ」「アウ」「カウ」「ファウ」「ヘルプ」「テウ」 ですね、その感覚音の感覚をつかんでくださいあこの音ってこんな感じなんだなって自分でつかめるようになって、えー、そこからねいろいろ練習してって応用していけばいいと思いますのでそういった勉強をしていくのはいいと思います是非やってみてください。はい、この動画よかったら高評価、チャンネル登録よろししくお願いします はいそれではですね今日のね発音やっておきたいと思いますね今日のやりたい発音っていうのは先ほど出てきたねアブラーなんですね実はね study abroad っていうのがすごいまあ有名ですよねこの留学するとかっていうやつですあちなみにね study abroad n d japan とか study abroad and どこどこっていうのでここで留学したっていう表現になりますのでこれが 結構ね、間違えやすいというか、これダメだって教えてる人たちもいたりするんですけど、すごくよく使う表現ですので、使えますよ。I studied abroad in the state.I、ね、studied abroad in Canada. というふうにこうやって使いますので、ね、日本に留学してる人たちめちゃめちゃ使ってたから、そうでアメリカで会った日本に留学してたんだ俺って言ってた人たちみんな I studied abroad in Japan っていうふうに言ってましたからで、これいいんですよ。合ってますよ。<laughs> はい、で、このアブラッドっていう表現なんですが発音がね問われるんですよすごくなので発音問題の時でやっつけられるようにしておきましょうそうですねこいつと似てるじゃないですかスペル見てどう考えてもねこの広いっていうのとさ、ね、この道っていうやつですけど、ね、なのに発音が違うんですよ厄介でしょ上の方はロ d の音ですねロ a と道の方はですねそれに対して広いの方ですねっていうのは で、まあ、イギリスだったら、ブロですね。ブローっていう発音になります。私イギリス英語は発音できませんので、厄介ですね。そうで、厄介なんですが、この B がついている場合は、あこっちなんだっていうふうに覚えておくと役立ちます。アブラート、さっき言いましたね。で海外に行くときとか、Go、abroad とかですね。えー、留学してるんだったら、スタディアブラーとかってよく使うですね。で えー、b r o u g e n ね。あ,あ、そう、形容詞に en くっつけると動詞化するんですよ。えー、b r o u e n って言ったら、broad にするってことですから、広くするよ。b r o ンね。e n ね。で、はワイ wide にするとかって、ほら、wide にする、ワイドとかね、えー。そういうふうに en くっつけると、それにするんだよっていうふうになることって結構あるわけですね。だから、ほら、短いだったら、そう、ショートでね。だ短くするだったら、 でしょそうそうそうこういうふうに en くっつけると動詞になるっていうのは結構あるんですよ。このルールをしとくと便利ですね。だからこれも brat に en くっついてるのでこれも広くするっていうやつですがこれも同じ発音になるわけですね。b r a ですね。brat っていうふうになるわけです。じゃあ他に brouter、はい、のついてるやつ知ってます単語。えー、何があるって言ったらこれです。bradcast ですね。b r o ド d c a s t とかって言いますね。bradcast。この12344つの ブロード系は覚えておくと便利ですね。これが発音アクセントに出やすいからなんですよ。で逆に言っちゃうともうこいつらが出たらもう正解なんですよ。だから他のものっていうのは全部 OA、えー、って出てきたらこれなんですよ基本的にはね。だから何でもいいです。こうでもいいしまあこうとでもいいですね。こうとでもいいし全部これも全部「OU」の音なんですよね。 えー「ボート」ボトっていうふうになるので私かなり入力してたんでこのかなり特殊な音になるのでこの「おう」っていうのはねこれ「ボーってなったりするんですね。あの「おう」と「おの音がねカナダって結構違うので、えー、皆さんが習ってきて「About とかね「About とかねいうふうになるんですね。 ちなみにそのアメリカ人たちはそれをすごいバカにするんですね。カナダの人たちのやつをバカにするから、これをブートって言うと思ってるんですよ。アメリカ人たちねブートでしょつって、ブートって言うんだろうとかってね。結構カナダ人をバカにするんだけど、誰もブートなんか言わねえわつって、ね、ブーツとボートは全然違うわっていうふうに怒ってる YouTube 動画がいっぱいあります。おウおウおウですね。コウコウになるんですが。そう。だこいつらは、OA の場合っていうのはおウであると。お、ね、ウの音である。けれども、このブラウ系だけが、 別の音になるから気をつけなさいですねでこうやつらが4択の問題に出てたらもう絶対正解っていうねもうスッと決まるっていう風になってるので是非ねこういうのも知っておくだけで発音問題正解できるちょっとね裏技だよね裏技なんですけどただまあ実際にしゃべる時は気をつけてください自分で、ね、ちゃんと「バーッ」 って言えるようになっておいてくださいね。でこっちはウラウですから、えー、全く違うあ全くまあ似てるか日本語だと似てるんですけど違う音だっていうのを知っておいてください。はいこの動画良かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。はいでは今日の発音ですね。今日の発音は heard っていう音になります。そう厄介なのあるでしょ。知ってますよ。はいそれぞれどうやって発音しますか。 出たよ、もうみんながね、うわーってなるやつ。これ出てくると、どっちがどっち、どっちがどっちってなるやつですね。これ、hurt ですね。今回の hurt っていうのが、こう聞くの、hear の過去形、過去文字ですね。聞いた。ね。これは hurt、そう、傷つけるですね。で、こっちが hard、大変だよんですね。で、これは h a r t 心ってやつですね。それぞれあるわけですが、こっちの二つは r っていう音ですね。イギリスだとこの r 発音しないですけど、h みたいになるんですが。で、こっちが こっちの二つがハード、hard, h ト a r っていう風になりますね。r の音なんですよ。ややこしいですね。で、こっちの方が口が大きいだと思ってくれます。こっちほら、弱いシュワってやつでしたね。やりますね。ちっちゃい音で、口が小さくなるやつって言いますね。だからハード、hard, h ト a r みたいな感じで、こっちは、h ー a r ー over ーに開けてあげてください。h ー a r とかっていう風にやってやればいいんですけど、いや、覚えづらいよね。そうなんですよ。覚えづらいんですけど、覚え方あります。語呂とかじゃないんですよ。何を、どうやって覚えればいいんですかって言ったら、 こいつだけ例外と覚えればいいです。あとはすべてルール通り。すべてこのルールに従ってやってるのに対して、こやつだけルールを無視してるんですよ。うん、じゃあこいつがいるせいでみんなですね、この心がいるせいでみんなが崩壊しちゃってるんですよ、ルールが。あとは全部ルール通りです。ということって言ったら、urt って音なんですが、まあ ir が来ることがありますね。dirt ですね。あの dirty ですね。この土とか泥。 ね、girl とか ,r っていう音ですね。early,、はいね、パール、ね、パール知ってますね。真珠とかね。で、あとは fur, この、何この切るやつ、絶対 fur じゃないですけど、こいつ。とか、arch 促すとかですね。ur とかっていう風に、こいつらって r の音で発音されるんですよ。だから、heart だってこのルール通りですね。heart もこのルール通り。 になってるわけです。あ、もちろんこれにはいろんな発音ありますよ。e r って発音するたり、ね、tear, air って発音するときもありますよ。でもこいつが r の音で発音されるっていうのはよくあることですね。こいつらが r になることはよくあること。それに対してですよ。ar の方ですね。far とか car とか。まあ、例外はほとんどないです。まあ、若干あることあるんですが、ar って出てくるやつは r の音なんですよ。これになるんですよ。え、だから、 こいつもルール通りですね。heart って大きく口を開けてるやつです。こういつらみんなちっちゃい heart, heart, heart ってなるのに、こやつだけが自由奔放ですね。ear は普通 heart。こっちになるはずなのに、こいつだけが heart, heart, heart ってねで。大きい口を開けてるわけですよ、ねこっ。heart, heart, heart っていう風になるわけですね。これハートですよ。<laughs> ねえー、そういうふうになる。だから、こやつだけが例外なんだと覚えてるけあとはルール通りです。ear とか ur ってなる場合は heart ですね。で、この、こっちにならないんですよ。これルール通りです。で、ar っていうのはこっちにならないんですよ。これになるんですよ。ルール通りです。こやつだけ無視です。ね。はい。ハートさんだけが、はい。無視しますので。 はい。こうやつだけが無視してるんだなっていうのを覚えておけばいいですね。でっかい口のハートと思い浮かべてください。あとはルール通に。そう。だから、こやつが列を乱したせいですね。おっちゃんになってるわけですね。で、これを覚えておけば発音問題で間違えることはありませんので知っておいてください。はい。この動画良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。 はい。では、今日の発音に行ってみましょうね。えー、今日の発音は、t h ン n g と s イ n g になりますね。これ th、そうですよ。th って、やだ、辛いですね。って言うじゃないですか。そうです。だからそこをちょっとやっておきますね。theng ですね。よく言われますよ。そうそう。舌を噛めとかって言われるじゃないですか。あ、別にいいですよ。それで。ね、theng っていうやつなんですが。知っておいてほしいんですね。このス i n g との違いなんですが、まあもう、su とスの違いは前にやりましたけど、こっちは鋭い音なんですよ。 で聞こえてますかねわかんないですけど、皆さんにはどう聞こえてるかわかんないです私がこのスイングって言った場合、このスっていうのは部屋に響き渡ってるんですよ。それに対して、テンっていうのは部屋に響かないんですよ、全然。そう。だから、こっちが鋭くて、こっちがプリンのような滑らかさなんですよ。そう。だからそれを忘れないでください。テンっていうのは滑らかな音なんです。だから、これをみんな一生懸命出そうと思って、 切ったな切ったなですね下か、ね、んでーみたいにやるんですけど前後、うん、ってねその滑らかな音ですのでそうでしょうだって th ってこう下挟んだら鋭い音なんか出せないですね,、うん、ですねだから滑らかな音だっていうふうにしておいてくださいで多くの人が何で出せないのか下かむって知ってるのになんで出せないのかって言ったら下噛んだ後に引いてからシングっていうからですねこうやってシングっていうからだからダメなんですよいや噛んで てんって言えばいいわけですね。そのまま用意した音のままいけばいいんですよ。なのにみんな用意した後に元に戻してシングとかってですね、噛んでシングとかってやっちゃうからダメなんですね。で、結構こっちの鋭い音の方のスイングの方もできないです。多くの人は、日本人この S がですね、弱い人が結構多い。 だから自分が留学して帰ってきた時に英語のクラスとかディベートのクラスとかいろいろとったんですけどやっぱ留学してて英語がうまい人はこのスの音を言った時に部屋が響く渡るっていうねそこに気づきました自分自身は。だから th は響かないね th は滑らかですね。で、ス h ングは鋭い音っていうふうに知っておいてください。で、うちの,そのネイティブにねではどうやって教えてんのいつもってねアメリカ人に言ったらあ、このねス h ングの場合は下をこう横を これ正面から見てますよ正面から見てる下です。はい。下をこうやって丸めてやると、横の部分を丸めてやると、できるようになる人が結構多いよって言ってましたね。テンクっていうのね。テンク横ですね。横の下の部分をテンクっていう風に曲げてやると、出せるようになる人が多いよって言ってました。ね。えー、他にもそうですね。thank とかセンク沈むとね。thank ですね。 えー、大丈夫ですね。この辺もね、間違いないように注意してくださいね。まあ、あの、まあ、Bill It's b ッツですけど、Ball i t の有名なドイツ版の CM にこれありましたからね。これですねメイデイメイデイみたいな感じですね。もう、やばいこの、ね、沈んでってるんですよ。こ船が。船が沈んでって、そのアメリカ人たちが、そのドイツのですね、助けを求めるんですよ。で、その助けを受け取った人がですね、対応するんですけど、 こうやってで、ね、で、we are thinking って言うんですね。アメリカの兵が、ね。we are thinking って言って。で、それに対して、そのドイツ兵が答えるのが、What are you thinking? って答えたんです何考えてんのってです、ね、そういうコマーシャルがありました。そうだから間違っちゃダメですよ。ズンで助けてって言って何考えてるのって言ってやってる、意味不明ですけどね。そうだからで、それでだから英語勉強しようみたいな、そういう CM なんですけど、そういうことです、ね。で、ATH の方が滑らか。 ね、こっちの方が鋭い。sing, sink.、ねはい、そういった違いがあるんだっていうのを知っておくといいかもしれません。はい、この動画がよかったら、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。で、おまけに、ねこれね、ウォームが出てきたので、こうやつもさかっとだけやっておきますね。グローバルウォーミングのところで出てきました。これ、ワーミングではありませんので、気をつけてね。これ、なんて発音しますか、ね、これは、ワーって言ってる人いっぱいいますね。これは、ウォーですからね、戦争。 ね、これ間違ってる人がいっぱいいるので気をつけないといけません <laughs> えなんでですね確かにアートとかカーとかこれすでにやりましたね AR っていうのは R って音になるよっていうのはやりましたでも W っていうのがくっつくとですね途端にですね W の魔法発動なんですよ、ね、どうなるのって言ったらおやつが Or に変わります Warm, War っていうふうに発音が変わるんだっていうのを知っておいてくださいですね、えー。AR は普通 R の音だったのに W がくっつくとちっちゃい音に変わるんだっていうふうになりますね。では例えば、ね、アカデミー賞とかねアカデミー w a ー d ですね。これもアワードアワードって言ってる人が多いですけどアカデミーアワード。WAR に変わるので気をつけないといけませんね。この報酬とかね、Re がくっついてるやつ。このそのね。v ワールドですからね。これリワードではないので、こういうのも気をつけないといけません。まあね、このね w さんというのは結構重要で、これで、ね、もうちょっとね。詳しくやる時が来ると思いますので、その時を楽しみにしていてください。はい、この動画が良かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。